推し編するなら推しを増せ、推しマスボーンです。今回の動画はスターダムに関する動画ですね。テーマはまだ間に合うスターダムということで、スターダムの魅力について、全部5回に分けて、お話したいなと思います。基本的には初心者の方向けの動画になっておりますので、まだ見たことない方とか、見ていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。2021年このコロナ禍にあって、後楽園ホールを日常的に使いながら、日本武道館、横浜武道館、大田区総合体育館、大阪城ホール、この動画が公開されてから代々木体育館、川崎市等々力アリーナが開催され、年末には両国国技館での大会が予定されています。正直言って今世界的に見てもノリに乗っているプロレス団体の一つです。ここ最近ではスターダムのアイコン、女子プロレスのアイコンである岩谷真由選手が地上波のテレビに出演したりと、メディアでの活躍も増えており、スターダムの存在を意識し出した人も多いと思います。この動画ではスターダムの魅力を知る上でのポイントを大きく5つに分けて紹介します。1、スターダムの簡単な説明。2、チケットを買ってみる。3、観戦に行くまでの間に SNS で楽しむ。4、推しの選手を探すためのユニット紹介。5、試合会場での楽しみ方、注意点など。長い動画になってしまうので、全5回に分けてそれぞれのポイントごとにお送りします。さて、前回までの動画でスターダムの凄さを知って、チケットを購入し、大会までの間は SNS で情報を追いつつ、好きな推しの選手を見つけたと思います。今回は、チケットを入手して初めてのスターダム観戦が聖地後楽園という設定で進めます。後楽園ホールへの向かい方は各地調べていただいて、今日は後楽園ホールの前に着いたところから始めます。現地に着くと、スターダムファンが30人ぐらいすでに集まっていると思います。もうすでに列が生まれていて、その候補にスタッフがいたら、ほぼ間違いなくユーロファンクラブ会員専用の、待機列だと思ってください。もしもユーロ会員ならば、そのまま最後尾並びに行っていただく形になると思います。するとスタッフから、ユーロ会員かどうかのチェックが入ります。チェックはスマートフォンから会員ページにログインし、会員証の画面を見せることで承認されます。また有料会員ではなかったら、有料会員の人が入場してからの案内になると思います。その、無料会員の列もすでに形成されている可能性もあるので、一声スタッフの方に声をかけてみてください。後楽園ではほとんどないんですけれども、武道館とか大きな会場の場合はスタッフの数が多いので、有料と無料会員の列をきちんと分けて拡声器とかで案内してくれています。今回は有料会員として進めますので、有料ファンクラブ会員の最後尾に並びます。会場時間の少し前になると列が動き出します。後楽園ホールは建物の5階にあります。ソーシャルディスタンスのため、エレベーターの定員数の半分ぐらいの人数で5階まで上がるのですが、エレベーターに乗る前までには、チケットを手元に準備しておきましょう。案内では、列が動き出す前ぐらいからその旨のアナウンスがあります。エレベーターで5階まで上がると受付が見えてきます。まず入場ゲートの入り口で、手指の消毒と検温が行われます。そしてチケットの半券を手渡しての入場となります。入り口から入って左側ロビーで物販がすでに始まっていますので、欲しいグッズのある方は左方向で、整列している列の後方へ向かいます。列は、ロビーの空間を持たせる形で L 字で成形されています。廊下部から非常口に向かう壁沿いにグッズ一覧の用紙とペンがセットになって置かれているので、それを受け取り、最後尾に行きます。その用紙に記載された欲しい商品に欲しい個数を記入しながら待ちます。だいたいファンの他のファンの皆さんはスマホを凝視しながら列に並んでいます。これは公式サイトにこの日販売されるグッズの一覧が発表されていますので、それをだいたいチェックしていることが多いです。どれを購入しようかと迷いながらスマホを眺めながら待ちましょう。グッズの販売スタッフの皆さんはその用紙に書かれたアイテムをピックアップしていきます。
最終的に記載のグッズと、ピックアップしたグッズに相違がないかの確認がありますので、問題がなければお支払いをしましょう。僕自身は現金でしか支払ったことがないのですが、多分物販は現金のみだと思いますので、事前に現金の準備をしておきましょう。2021年現在、会場内では飲み物は OK ですので、ロビーの自販機で飲み物は購入していきましょう。それとトイレも先に済ませていくこと、済ませておくと無難です。会場に入ると、チケットに記載された自分の席へと向かいます。後楽園ホールは席のブロックごとに入り口が決まっていますので、迷うことは少ないと思います。自分の席も見つかり、ひとまず第一試合開始までゆっくりと過ごします。時間の使い方は人それぞれなんですけども、僕の場合は席の埋まり具合とか、公式ツイッターなどをチェックして直前のカードの変更がないかなどを見ています。試合開始間近になるとリングアナウンサーの安藤さんから観戦注意の、注意事項のアナウンスがありますので、ちゃんと聞いて確認しておきましょう。コロナ感染予防対策として声を出しての声援禁止とか、拍手手拍子で応援してほしいとか、写真はいいけども動画はダメだよとか、そういう案内です。試合が始まる、試合が始まるほんの直前ですね、大会開始の直前に、スターダムのオープニングテーマ、スターダムビギニングが流れますので、周りのファンに合わせて手拍子を打ちましょう。その曲の途中で本日の対戦カードの発表があるので、選手の名前が呼ばれたら大きな拍手で歓迎をします。曲が終わるとすぐに大会開始を告げるゴングが打ち鳴らせます。心を静かにして待ちましょう。5回のゴングが鳴り終わったらついに試合開始です。後楽園ホールの場合だと、スクリーンに次の試合のカードが映し出されます。まずは青コーナーの選手から入場となるので、その選手の入場曲や、ユニット曲が流れます。ここでも拍手をしたり、手拍子を打って、選手をお迎えします。周りを見渡してみると、選手のイラストや名前の書かれた扇子、うちわやメッセージボードを掲げている人がいます。またオリジナルグッズのタオルを広げたりしています。これは応援行為というもので、選手にあなたのファンはここにいますよというアピールにつながります。今回は用意してなかった、あなたも次回は準備するぞという気持ちになると思うので、あえて紹介しなかった次第です。赤コーナーからも選手が入場してきて、リングアナウンサーによる選手のコールがあります。コロナ前であればここで紙テープを投げたりするんですけれども、今は拍手で選手を盛り上げましょう。いよいよ試合が始まります。白熱の攻防の末、勝敗が決します。大概の場合は負けた選手が先にリングを降りて、控室に帰りますので、その選手が近くを通ったら拍手をして、健闘をたたえます。そして、リング上で勝利を味わう選手にも拍手を送ります。こんな感じで、試合が6試合から7試合ほど続いてお開きとなります。試合数は、大会の規模によって異なります。地方大会だと5とか6試合ぐらいですね。後楽園ホールで7試合かなっていう感じです。それと年間を通じてのシリーズによって違いますので、断言はできないんですけれども、大きい会場ほどチケット代金が高くなりますので、その分試合数も増えてゴージャスになるというイメージでいいと思います。会場から出る際は、規制退場となります。アンドアナがどこどこのエリアからご退場してくださいというアナウンスをしてくれるので、それを厳かな気持ちで聞いて、指示に従いましょう。会場から出て外に出るともう次の試合を見たくなっているはずです。やるべきことはたくさんある、そんな気持ちになっていると思います。あの選手のポートレートを買っておけばよかったなとか、チェキをあと2枚買えば当たりチェキだったかもしれないとか、ユニット T シャツを購入して次回はそれを着て応援しようとか、応援ボードを自作して次回はそれで応援しようとか、次につなげたい気持ちになってくればもう完全にスターダムファンです。今回の動画はまだ間に合うスターダムというテーマで、いろいろなテーマでお話をしてみましたが、どうでしたでしょうか。まだ間に合うっていうのは、スターダムのチケットが抽選販売にならないうちにはうちにっていう意味ですね。今なら見たい席で試合を楽しめる状況です。今のプロレス業界なら当たり前のことなんですけども、今後はどうなるかわからないからです。
スターダムの大会は今のところ当日券が発売されているので、前日までのチケット完売は年にまだ数回ぐらいしか起きていません。見たい時にすぐに見に行ける状況だと思うんですけども、スターダムの人気が急上昇している昨今、見たい時にはチケットが取れないなんてことになりかねません。もちろん業界的に団体的にも価値が上がっている状況なのでいいことなんですけども、今なら席を吟味して大会を見ることができる、おそらく最後のチャンスだと思います。まだ間に合います。この動画を見て1ミリでも見てみようかな、スターダム見てみようかなと思った方はぜひとも見に行ってみてください。きっと面白くてハマると思いますから。今回で、このテーマは、終了となるのですが、補足しないといけないことが少しあるので、後日補足動画をアップする予定です。そちらの方もよろしくお願いします。この動画が面白かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。